はい、今ですイタリアのローマにいます。ローマのね、ピザ屋さんに今来てるところです。ピザ屋だけじゃなくて、まあ、いろんなものがあるだけで食堂、安い食堂なんですけど、2年ぶりに来ます。2年ぶりのローマで、2年前もここを利用したことがあります。8年前に来たことがあります。まあ久々なんですけど、でまあせっかく昨日到着したばっかなんでね、久々にね、ピザを早速食べました。もちろんピザって日本でも美味しいピザ食べれますしね、どこでも食べれると思うんですけど、本場イタリアで食べるピザっていうことでね、やっぱ雰囲気も違いますからね、そこがいいです。で、今から食べるところです。こちらレストランの中ね、さっきまで混んでたんですけどね、人が少なくなってます。でインド系の人々が多いです。最近移民が多くてね、インド系の人々が結構働いてるんですけどね、すごいですね。まあ他にもいっぱい食べれるんでね、まあ昼はね安くね済ましたいと思うんでね、10ユーロ以下で食べれる、6ユーロ7ユーロとかで食べれるんですけど、まあこれだけでいいかと思います。